越前大野城から望む大野市街大野市、中心部周辺の空中写真。1977年撮影の7枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大野市は、福井県東部に位置する市である。福井県内の市長の中では、 最大の広さを持ち県面積のおよそ5分の位置を占める。市街地は、かつての城下町の面影を強く残し、越前の小京都として知られる。春分の日から、大晦日の間に七間通りで開かれ400年の歴史を持つ七間朝市は、大野の観光名物である。日本有数の豪雪地帯であり、特別豪雪地帯に指定されている。 非常に積雪量が多く、屑流ダムなど大規模な人工庫も点在するが、その膨大な水量とは裏腹に名水と謳われる。市街周辺の湧水や河川伏流水は、道路などの小雪のためにも組み上げられ、水不足が懸念されるといった皮肉な状況となるため、河川漂流水を含めた総合的な水利用のあり方を模索している。東部から南部にかけ漁白山地が控える。 最高地点は、越前三の峰で、福井県の最高地点でもあり岐阜、石川三県境付近の尾根は2000メートルを超える。真奈川の下流に沿って明ける、北西部の大野盆地は、海抜200メートル前後。東部の九頭竜川を含め、秋には、深い渓谷が紅葉で色をづく。以下の旧市町に接している。このうち高山市、関市。 白山市とは、一般車両が直接通行できる道路がない。また池田町、伊比川町、元寿市と直接接続している道路は、冬季通行止めとなっている。天正3年、織田信長より、高一期討伐の命を受けて、金森長近が美濃から大野に進行。一期平定後、長近は、大野盆地が見渡せる亀山に、大野城を、 その登録に、城下町を作り始めた。これが、現在の大野市街地の起こりである。以後今日まで、大野市は、奥古市地方の中心地として栄えてきた。山頂にそびえる天守と短冊状に区切られた街並み、中世から近世にかけて築かれた寺院がイラを、連ねる寺町通り、城下町誕生の頃から続くとされる七間朝市など、400年を、 超える歴史を彷彿とさせる景観を今も色濃く残していることから北陸の小京都と呼ばれている。いわゆる平成の大合併では2005年11月7日に大野郡泉村が編入している。泉地区は市役所本庁舎から南東へ 20km 以上離れた高地にあることから本庁舎のみでの 行政サービスが困難となっているため、旧村役場に支所が設置されたほか、2015年3月31日まで地域審議会が設けられ、市建設計画の変更、執行など同地区に重大な影響のある事項が図られることになっている。最初は、勝山市との西市村での合併構想があった。市の出先行政窓口として、大野市住民振興室がある。 石山志保歴代市長歴代市長警察署、学術、観光等の施設を除く。大野市から選出される福井県議会議員の定数は2議席である。現任期の満了日は2021年6月30日である。大野市は福井市、あわら市、堺市、勝山市、 吉田軍、英平次長と構成される、福井県第一区が選挙区となる。なお、当選挙区の衆議院選挙比例代表区、選出議員については、比例北陸新越ブロックを参照のこと。大野市は、参議院、北陸新越ブロックに属する。福井県選挙区は、参議院一陸の一つ。2005年国勢調査。 現子域分の合計大野市の市外局番は全域0779。市内総合間及び北に隣接する勝山市への通話は市外局番不要。福井市宮町区への通話にも区域内通話料金が適用されていたが、2007年4月1日に07797から0776へ変更し、隣接区域通話料金となった。 個々のアートプレイス南部酒造場大野市は五清水に代表される名水の里であり、奥古市は酒造公的米の500万国の産地でもあるため、多数の酒蔵がある。古市北線越前大野駅京福電鉄時代の1974年までは、越前本線が、勝山市の勝山駅から京福大野駅まで伸びていた。高速道路はなし。 福井市の北陸自動車道福井インターチェンジ、福井北 IC、または、林県の岐阜県郡上市の東海北陸自動車道、白鳥インターチェンジが、最寄りとなる。越前大野城後清水大野藩の人物も参照。ありがとうございます。